バンバン剤、ギシだけです。ということでですね、みんなね、誰しも噂話ってね、大好きじゃないですか。今回の企画は、隣の人が私バンバン剤のギシ君とホテルに行ったことあるんだよねって言ったら、ミュールナーどういう反応するのか。イエイ。まあここね、現在カフェなんですけども、撮影許可をね、もらっているね、カフェでドッキリを仕掛けるんですけども、今回ね、お手伝いしてくれる方をね、2名いるんですけども、まあその人にね、まあバンバン剤のギシ君とホテル行ったんだよねみたいのをちょっと遠目から喋ってもらって、まあその時に、まあ、ミュートルのはね、絶対にね、えってそっちのけで多分聞いちゃうと思うんですよ、その話を。まあ今回はそれをちょっとモニタリングして、まあ遠隔操作していきたいと思います。なんでここにミュートルナが来るかっていうと、ここで打ち合わせをする予定を入れてあります。まあそこで、まあ、僕のね、噂話をね、聞くだけだったらちょっとあれなんで、場所変更になったっていう電話をします。場所を移動しないといけないのに、多分噂話に集中しすぎて、まあ多分ここにね、ちょっと痛くなるんですよ。はい、そしてですね、最初はミュから行きたいと思います。でその次にルナ行きたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで、早速ね、車でモニタリングしていきたいと思います。お、ちょ、ミュウが来ましたね。早速ね、指示を出していこうと思います。好きな YouTuber の話をし始めてください。夜の人あれ面白いよね。あとエスポはちょっと面白くないかな。聞いたことある。聞いたことあるよね。バンバン剤の名前出しましょうか。TikTok とかでよく見るのはバンバン剤。はい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 。バンバン剤。お、でもミュー気づいてきてますねこれ。じゃあ YouTuber と遭遇したことがあるっていう話をお願いします。ミュウ自身 YouTuber なんで、もうこれすらも気になってると思いますね、多分。そっからまさかの僕ですからね。じゃあちょっと電話してもらって、ちょっとまだじらしてください。バンバン剤言ったよ。すごい笑いこらえてますね、ミュウさん。優しかった。優しかった。僕優しいんでね。え、待って、一緒に話そうみたいなので、夕方ぐらいカラオケに行くことになって、カラオケに行ったの。バカに焼けてますよこれ。花束の代わりにメロディーを歌ってくれたんだよねってお願いします。これミュートカラオケ行ったら絶対歌うんでね、僕。めっちゃキュンキュンしてるじゃん。だってそれは例えば分かんないけど、腕を閉めますって言って。岸君積極的。いい感じの流れになって、どこかあって、まあいろいろまあ歩いてるんだけど、いつものムーブだなこれ。カラオケ行って、まあホテルじゃなくて家なんですけどね、僕は。休憩したいって言われたって言ってください。休憩したいって言われて、はい、ホテルしかなくねみたいな。知らなかった。しかもギシ君、普段は全く女の子と遊ばないって言ってたから安心したって。ギシ君は普段女の子と遊ばないから安心かなと思って、入ってて一緒に。ミュウがすごい顔しています。めっちゃうまかったってお願いします。すごい褒めていただいてる、強制的に。ギシ君だから近いんだよね。ミュウは住所してますからね、僕の家の。でも、そっからね、
ただいまミュウから LINE が来ました。お前わら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 ってめっちゃ来ました。左の乳首が弱点らしいんだよね。あ、もうミュウが呆れたのか、帰ろうとしてますね今。ということでミュウが今店を出たんで早速突撃したいと思います。お前世界中ギストやったやつで溢れてんだけど、ドッキリだよね。そうです。ということでですね、今回の企画、ワンバンザイのギシ君とホテルに行ったと隣の人が言っていたらどういう反応をするのかドッキリでございます。マジカフェだよ、カフェでする話じゃない。しかドッキリのためにちゃんとわざわざやりました。ガチじゃん。嘘だって、最後に左乳首のこと言ってた。あ、そう、俺が遠隔操作してるわ。そうなの。そう、私本当に良くないんだけど顔見たのよ、うん、マジで義士とやったんだろうなって顔してて。どういう顔やねんお前。義士が好きそうな顔してたから、ね、やったねって思ってた。安心してください、やってないので。あ、よかった、履いてましたね。これあのルナにも仕掛けるんですよ。いつもミュウが先、いつもミュウがさ一緒にいなきゃいけないじゃん最後まで。もういつもこれもう。じゃあ連行します。一緒にモニタリングルームへ行きましょう。はい、ということで、はい、騙された人が来ました。気まずい、マジで超気まず空間だった。まあそこでですね、はい、まあ企画変更というかルナなんで、うん、まあ、僕のことなんてどうでもいいのかなって思ってしまったわけです。そんなにネガティブだったの？あなた。まあそこで、うん、次はミュウの噂話をしてもらおうと思います。何ですか？彼女持ちの男の人とミュウがやったと。うわー、待って、ほんと信じないでね、みんな。それを彼女が話してるっていうテンション。うわやばルナ、信じないでほしいけどな。え、でもそんなやってないでしょ。やるわけない、そんなってさ、まず一回もやったことないから、彼氏持ちの人と彼女。じゃあ正直何回か耳元で教えて。やってませんでした、何も。銃突きつけられてるやつ。やってないです。はい、ということで、はい、続いてはルナちゃんです。はい、ルナ登場した。来た来た来た。こんなマイペースなのルナ。だからルナだけスローに見える。まずはたわいない会話してるの。そう、今ソファー買った話してた。うまいな。すいません。それではそろそろお話をお願いします。やだ、私いたたまれないんだけど。やってないのに。ちょっとずつヒントを言ってあげてください。グループで3人と2で、聞いてんのかなこれルナ。 ねカップルか友達みたいな、そんな感じの3人組で。ここまで来たらもう結構企画でドッキリとかやってるのか。あ、気づいた。ルナ気づいてます。これは確定チャンスでしょ。確定チャンス。これもうだってさ、みゆちゃんやろって思ってるじゃん。もう名前言っちゃう？名前言った方がいいと思う。お湯仕掛けを。ちなみにバンバンザイのみゆちゃんなんだけど。名前がみゆ。バンバンザイ。あ！いった、バンバンザイと。えぐい。彼氏の家に行った時に、こんなものね、アクセサリーがあって。はいはいはい。バンバンザイの動画見たら、みゆちゃんがアクセサリーつけてて。電話して。でもまずそれしか分かんないし、まず偶然の偶然の可能性もあるから、偶然ないの。なんか結構人気があるアクセサリーかもしれないじゃん。まあそうね。普段が結構みんな持ってたりするのかなと思ったんだけど、一回言うとこから行くね。携帯の通知が入ってきて、ミユ銀座会のバッテリー行くね。あー絶対そうじゃん。嘘ついてんぞ。絶対ギガファイルなんてしないのに、ちょっと遅れるということを伏線張ってる。これうわー聞きたいよな。全体ミユってさ、まんまんなんかミユがすごく…ミユ自分の言ってない時に呼んでたみたいな感じじゃない？めっちゃうざいんだけど、見えない。ミユってやつ、ああ見えて男好きだからね。ミユってさ、ああ見えて
いませんだよ。顔確認した。それではファンの人をちょっと言ってもらいたいね、そろそろ、うん、そろそろ突入してもらおうか。すいません、あ、もしかしてバンバンですか。あ、僕の台湾なんですけど、はい、あの、そうですね、写真とか撮ってもいいですか。あ、はい、あ、撮れないですか、ごめんなさい、すいません、頑張ってください。お、ファン対応してますね、ルナちゃんが。してます、してます。ここでちょっと気になるさ、話題にしとくね。ミュウちゃんめちゃくちゃ性癖やばいらしいんだよね。うん、ミュウちゃんなんだけど、性癖がやばいらしくて。ねえ、ド S らしい。絶対ムチカバンに入れてくるらしい。何なんですよ、ムチカバンに入れてくる。怖い怖い。入れてない。しかも LINE見たときに全部の文字にピエンのマークつけるんだよね。つけないって。LINE の通知出てきてちらっとね見たのね。全部送られてくる分にピエンのマークついてる。いや、大人っぽく見えて全部ピエンピエンってのがあるんだよ。いや、本当にやだ。使わない。俺も会いたいピエンって。ピエン以外し彼氏も使ってんのかよ。彼氏も使うな。あとなんか彼氏がコダックって言ってたんだよね。それってミュウちゃんじゃない。最低、本当に。この間動画で言ってたんだよねって。この前動画で言ってて、それって絶対見えちゃうじゃん。マジでお前最低や、本当に。じゃあそろそろルナの名前出しましょうか。ルナちゃん、可愛いじゃん、めちゃくちゃ。お、本人来たよ。顔一気に曇った。紙飛行機作んなや。絶対コラボの時プロタンに媚び売ったよ。マスク下バレないように。ピエンにつなげた。見てる。私可愛いね。可愛いからいいんだけど、でもちょっとね。ミュウから自分に言ったからショック受けてる。うわあ、辛い。これ目の前でやられんの。友達の前では、うん、マジ意味わかんないんだけど、多少に結構汚いもの使ってるくせに、男の前は、ルナ今めっちゃ貧乏ゆすりしてた。ルナがするんだ。めっちゃイラついてる。結局バンバンズはろくなグループじゃないよね。ギシ君もめっちゃやりちんって聞くし。もうパンパン剤じゃん。あのグループ、サルとコダックとムチムチ女だから、ね。まあ腹立つな。あのグループ、言っちゃえば、まあ、サルとコダックとムチムチ女だから。ねえ、コダックで笑わないで。いいじゃないよ。実際そう、確かに。こいつ全く見せてる気ないやん。ね。ルナ出る気ないんじゃない。ないね。話終わんないと出ないよね多分。うん、すごい動揺して全部飲み干した、ね、一気飲みしたよ。二十、うん、歳が楽しみだわ。酒でやりたくない。これやりたい。ストロングに穴開け始めた。今聞いていいかな。トイレの時だと心が動いてちょっと一回ないんでジャブって言って出た。うちらも出る。突撃しますか。行きましょう。ルナ、何でんの。ルナちゃん、ヤコダックや。その前に浮気したん。ルナいいやろ。ごめん、言うことあったんだよね。言っていい。ガチの方でこれドッキリです。だよ。なあ待って、ルナさ本当にさすっごい腹立ったの。さっき誰に。女の人に、猿呼ばれされて。俺そんなこと呼ばれた。猿、コダック、ムチムチ。コダック、え、女垂れてくるの。俺指示したやつじゃん。
したのやっぱ僕の遠隔操作というドッキリですねこれ。待って嘘ついたんだけど早く行かないと。お前ギガファイルじゃねえだろ。あなたのギガファイル嘘はね監視されてますから。はい、ガチ。お疲れ様です。お疲れ様でした。やばいって。まあ本当はね、みゆちゃんそういうことしない人なんで。そうだよね、うん、でルナのとこだけアドリブだった。女の人たちマジ、うん、うちら一切指示してない。そう本当に。じゃあず、はあ、一回やる。あともう一つ本当のことがあって、うん、みゆがカバンにムチ入れてんのは本当らしい。鼻水出る。疑え。疑え。もうさ、いじんないでこだわり。ねえ、みゆ、ストレス発散でさ、嫌なこと言ったんだよ。それをさ、お前らがさ、嫌なやつになるのやめな。ちょっと、ダメだ。言ってたよね。え、でも今日、まあ、あの動画で笑う、減ってんの。でしたか。もう、こだわりいじりやれだった。もうちょっと。まあ、実はね、これ、最初はみゆ、もう仕掛けた。まず企画を言ってほしい。何の企画聞いてない。隣の人がメンバーのプライベートな噂を話していたらどういう反応するのかというのを言ってるんで。頑張った。ちなみにみゆはバンバンザイの岸くんとホテル行ったんだよねって隣の人が話してました。リアルじゃない。結構同じ反応。今 YouTube とかさ、どっからさ、うん、本当かわかんない情報とか流れるじゃん、うん、でみゆちゃん絶対せえへんはずなのに、うん、誰かが嘘ついて落とし入れてるんだと思ってね。あー、なるほどね。確かに。はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。え、ちなみにさ、プルタンさんの時にさ、女出てたって誰が言ったの？ん？俺。何も好きだったらってどうしてさ、美味しくない。